仕事行ってくるね。仕事行ってくるよね。 B、 この辺とどっちが自然かわかる？ちょっとわからないです。ねとよねのニュアンスの違いってわかりづらいんですよね。うん、この辺と実は行ってくるねが自然なんだ。というわけで今日は終助詞ねとよねの使い方、同意共感を求めるに隠されたニュアンスを紹介するよ。この動画を最後まで見ればねとよねを完璧に理解して使いこなせるようになるよ。動画の最後にはねとよねどっちを使えるかクイズ10問あるので全問正解できるように頑張りましょう。では早速それぞれニュアンスから発表します。ねは地図をこう、それでよねは地図をこう。ん？地図？では会話例を見ていこう。ニュアンスの違い、地図の共有、確認。ねえ、世紀末46のライブって来月の10日だよね。そうそう、楽しみ。そういえば新しい MV 見た？いや、まだ見てない。ちょっと見てよ、ほら。うわ、この曲かっこいいよね。え？ああ、うん、かっこいいね。はい、まずはねとよねのそれぞれのニュアンスを学んでいこう。どっちも相手の共感を得るってことはわかるんですけど。うん、そうだね。どっちも相手の反応がイエスであることを想定してる。じゃあなんで会話例で下田が初めて MV 見てかっこいいよねって言った後に不自然な感じになってるんですか？うん、この場合かっこいいねが自然なんだ。なんで？じゃあまずねとよねのそれぞれのニュアンスを紹介するよ。お願いします。友達と二人で初めての街で駅に行こうとする。この状況で一つの地図を二人で一緒に共有して見てる。これがね。対して二人とも地図をそれぞれ持ってて、でも自分の地図が合ってるか自信がない。そこで友達に俺の地図合ってる？って聞く。これがよね。二人で共有か、それぞれ持ってて確認か。そうそう。なるほど。会話例で九条がライブの日程を下田に10日だよねって確認してるのは、俺の地図には10日って書いてあるけど合ってる？って感じ。なるほどね。じゃあなんでかっこいいよねは不自然なんですか？うん、これって目の前に駅がもう見えるのに駅ってまだかなって確認してるイメージなんだよ。ああ、もう目の前にあるから確認しなくてもわかるじゃんって感じ。そうそう、会話例ではその時 MV を一緒に見てるからそれがかっこいいかなんて確認する必要ないんだよ。だって今聞いてるからわかるじゃん。ああ、なるほど。だから一緒に一つの地図を見てるニュアンスのね、かっこいいねが自然なのか。そういうこと。この一つの地図を共有してるね、それぞれが地図を持ってて自分のが正しいか確認するよね、このニュアンスは覚えておいて。ウィース。じゃあニュアンスを確認したとこで実際にそれぞれ日常生活でどう使えるかケースごとに見ていこう。じゃあまず両方使える例4つから。ケース1、事実確認。事実確認？客観的な事実を確認する時の使い方か。そう、これは時勢によってどっち使えるか変わるよ。まずは服屋での店員と客の会話。服のサイズはいくつですか？ L です。 L ですね、かしこまりました。ああ、ここでは服のサイズが L って店員が事実を確認してますね。そうそう、これは客が L って今言ったからこの情報は今共有した。だからねを使ってる。うん、地図に載った L って文字を二人で見てる。そう、でもこれはよねって使えないんだ。なんで？だって今聞いたことを正しいか確認するっておかしいでしょ。ああ、そうですね、今言ったじゃんって。そういうこと。
じゃあ今じゃなければ使えますか？こんな感じ。お客様、1週間前来られました？はい、来ました。確か L サイズですよね。ああ、そうです。うん、これは自然だね。そうですよね。今聞いたことは確認する必要ないけど、過去に聞いた情報は正しいか確認する必要があるから。そういうこと。じゃあケース2、印象。事実じゃなくて主観的な印象。うん、これも時勢が関係する。ラーメン屋に行く大学生の会話。ねえ、今日昼どこ行く？吉村屋。ああ、吉村屋美味しいよね。行こう。ああ、美味しいね。ねえ、やっぱ美味しいよね。うん、これは事実じゃなくてラーメンの感想を言ってますね。そう、客観的な事実じゃなくて主観的な印象にもどっちも使えるんだ。これも今一緒にラーメン食べてるときは確認する必要ないから美味しいね。今一緒に食べてない店に行く前は美味しいよねですね。そういうこと。この時勢は事実確認と一緒だね。でも最後にやっぱ美味しいよねって言ってますけど、これは自然なんですか？うん、これは何度も来てるラーメン屋だから自然なんだ。もし初めて来るとこだったら不自然。ああ、過去にもそう感じたことがあるから今感じられるものでも使えるってこと？そうそう、そういうこと。じゃあ初めてビートルズ聞いた時に、ビートルズって最高だよねはおかしいけど、大ファンが聞いてる時に最高だよねはいいってことですか？そうそう、そういうこと。初めてか、もしくは以前にも思ったことがあるかってことも重要。なるほどね。じゃあもし初めて食べるときに美味しいよねって言ったらどうなりますか？ああ、そういうのが言えるのはこんな例だね。ねえ、他のお客さんみんな進んでこのラーメン食べてるけどまずいよね。うん、まずい。ああ、自分の味覚が大丈夫か確認してるってこと？そう、一緒にそれを共有してるってことは確認する必要はないけど、自分の感覚を人と比べたい場合はこういう確認もできる。なるほどね。じゃあケース3、相手に頼むとき。頼むとき？何々してってこと？そう、こんな感じ。今日仕事だから掃除しといてね。了解。ねえ、昨日掃除しなかったでしょ。今日は掃除しといてよね。了解。掃除しといてねと掃除しといてよねか。こんな風に何々してみたいに頼む時にも使えるんだけど、どっちのが強く聞こえる？掃除しといてよねの方が強く聞こえるな。そうだね。してねは相手もそれを分かってくれてる、共有してると思って話しては言ってるんだけど、してよねはもっと押し付けてる印象があるね。なるほど。ちなみに前回やったよで掃除しといてよはどうですか？それが一番強いね。わかりました。あと掃除してくださいよねみたいに、この使い方で敬語とよねを一緒に使うと不自然だね。掃除してくださいねは自然だけど。了解です。じゃあケース4、皮肉。おお、皮肉か。これ使えればニュアンスを完璧に理解してるってことだ。例えばこんな感じ。昨日彼女と別れたんだ。そうなんだ。でさっきから何スマホいじってんの？ Tinder。 よく別れた次の日にできるね。切り替え早すぎない？そうだね。これはどういう皮肉かわかる？別れた次の日に Tinder やるって普通じゃないってわかってるって感じ？そうそう、相手が気づいてなさそうなことをあえて根を使って皮肉ってる。なるほど。これはよくできるよねでもいいですか？そうだね、それでも自然だね。はっ、よく自分で質問しといてそんな態度取れるよね。じゃあ両方使えるケースを確認したところで、
今度はどっちかしか使えないケースを見ていくよ。はい。どっちかしか使えない例。まずはねしか使えない例。1、相手に対する反論。相手と違う意見を言うってことか。そう、こんな感じ。やっぱ夏と言ったら海だね。いや、俺は山だね。ああ、自分は山だっていう相手と違う意見ですね。そうそう。ねって同意とか共感を求めるんですよね。反論なのに使えるんですか？これはね、自分は違う意見を持ってるって分かってって感じ。ああ、なるほど。反論があること自体も共感してってことか。そう。だからこれは強制的に議論を終わらせようって印象がある。なるほど。議論ってお互いにどっちが正しいか言い合うものだけど、違う意見も認めろってことで終わらせちゃうのか。そういうこと。もうこれ以上進まないよみたいな。なるほどね。これは4年は使えないんですか？うん。だって相手への反論なのに相手に合ってるって確認するのおかしいから。確かに。いや、お前の意見だろうみたいな。そう。じゃあ2番目のねしか使えない例。これからする自分の行動。自分の行動を言うときってこと？そう、こんな感じ。おはよう、仕事行ってくるね。また明日連絡するね。ああ、自分はこれから何々するってことか。そう、これはねをつけることでその行動を認めてねって感じ。相手が当然大丈夫だろうってことに軽く使う感じ。なるほど。これは4年は使えないんですか？なんでだかわかる？自分が今からするってもう言ってるのに、それが正しいか確認するのはおかしいから。そう。行ってくるよねとか言われても、いや自分でするんでしょって感じ。なるほどね。じゃあ行ってきてもいいよねとか、連絡してもいいよねはどうですか？それは自然だって、その許可を取ってもいいか確認してるから。オッケーオッケー。じゃあ誘うときはどうですか？今度遊ぼうみたいな。それも4年はおかしい。遊ぼうねは自然だけど。すでに何々しようって誘ってんのに、それが正しいか相手に確認するのはおかしいからか。そういうこと。じゃあ3番目、だろうと一緒に使う。ああ、推測？そうそう。この曇りじゃ明日雨だろうね。そうだね。明日雨って推測して、相手もそう思ってるだろうってことですね。そう。そしてこのだろうは、よねと相性が悪い。そうなのか。だろうよねはおかしいってこと？聞いたことない。なんで？推測全部がよねと一緒に使えないわけじゃないんだ。雨らしいよねとか、雨かもしれないよねとか言えるのもある。でもだろうは結構主観的な推測なんだよ。あんまり客観的な証拠があるって感じじゃない。ああ、なるほど。主観的だから自分の推測は相手に正しいか確認するのはおかしいからか。そうだね。いや、あなたの考えでしょ、知らないよみたいな。なるほどね。なんか4年が使えない例って、自分のことで相手に確認する必要がないってことですよね。そういうこと。じゃあ最後に4年しか使えない例を1個紹介するよ。はい。前提の新しい情報。新しい情報？そうそう、こんな感じ。あっせー、あれ元気ないじゃん。昨日彼女と別れたんだよね。そうなの？彼女と別れたっていう新しい情報ですね。そう、基本的にねとかよねって相手も分かってることと想定して言うから、よ独特の新しい情報ってニュアンスはないんだ。そうですね。ラーメン屋できたねとか、相手もできたの知ってると想定して言うし。そう。でもよねは新しい情報にも使えるんだ。なんでですか？
これは相手がその新しい情報を分かってるとみなして会話を進めるって感じ。うん、じゃあ別れたよと別れたんだよねだとどう違いますか？別れたよは別れたことを伝えたいって感じなんだけど、別れたんだよねは別れたことを伝えたいっていうより、なんで別れたかとかどう別れたかってもっと先の会話に来ることを話したいって感じ。はあ、なるほど。次話すことに気がいってる感じですね。そうそう、前にでしょとよねの違いを説明した時、前提の質問って言ったよね。はい、そうですね。そんな感じ。この新しい情報のよねはそれが前提で、もっとそれの次の話をしたいって感じ。ああ、なるほどね。その情報はもう前提とみなして会話を進めるってことか。そういうこと。そしてこの使い方は、んだとかんですと一緒によく使う。はあ、そうなのか。このんだはまた今度説明するよ。お、お話しやす。はい、今日はねとよねの使い方を紹介したよ。この動画で使い方、ニュアンス、使えないでまだ分かった方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくね。僕のオンラインレッスンは概要欄から予約できます。では最後にねとよねどっちを使うか10問クイズ挑戦してください。次回はんだ、んです、です。またね。この書類の提出日って24日だ。24日だよね。うーわ、渋滞、混んでる。混んでるね。また渋滞だよ。この道よく混む。この道よく混むね。この道よく混むよね。試験は1時間です。早く終わった場合は呼んでください。呼んでくださいね。なかなかあいつ来ないな。もう1時だし来ないだろう。来ないだろうね。勉強手伝ったんだからジュースおごって。ジュースおごってね。ジュースおごってよね。実は昨日道で偶然元カノに会ったんだ。へえ。それでさ、会ったんだよね。やっぱ犬か猫かって言ったら犬でしょ。いや、俺は猫だ。俺は猫だね。あ、会社の先輩がいる。ちょっと挨拶してくる。ちょっと挨拶してくるね。ねえ、また金貸してくれない？え、昨日も1万貸したじゃん。いや、ギャンブルで使っちゃってさ。よく人から借りた金でギャンブルできる。よく人から借りた金でギャンブルできるね。できるよね。